19日午後5時前、福島市の市道で軽乗用車が歩道に突っ込み歩行者を跳ねた後、車3台に衝突する事故があり、歩行者の女性が死亡しました。事故があったのは福島市南矢野目の市道で、19日午後5時前、通行人から、軽自動車が歩道に乗り上げ、女性が跳ねられた、と消防に通報がありました。警察によりますと、軽乗用車を運転していたのは97歳の男性で、歩道で歩行者を跳ね、さらに信号待ちをしていた車3台に衝突したということです。消防などによりますと、この運転手も含む6人が救急搬送され、そのうち歩行者の40代女性1人は死亡が確認されました。97歳の運転手と、衝突された車に乗っていた20代女性、70代女性、80代女性、1歳女性は意識はあるということです。現場は、イオン福島店、西側の市道です。ネットの声、映像を見ると車両の左脇に全部が大破した被疑車両が停止していますので、信号待ちで停止している車両の後方に停止しようとしてブレーキを踏むところ、アクセルを踏み間違えた可能性があります。高齢者の踏み間違い事故が重大事故につながってしまうのは、反射的に踏み間違えたことに気づけないままブレーキを踏んでいると思い込んでしまい、パニックになってさらに踏み込んでしまうことも原因の一つだと思います。また、高齢者特有の、ガニ股、も右足がアクセルに近い場所に位置してしまう原因と思います。高齢者の免許返納は難しい課題ですが、家族だけではなく警察署に一緒に行って相談することも有効です。日常の足として、軽自動車などを使う90歳代ドライバーは全国的に見て確かに、珍しい、が、決して、極めて珍しい、とは言えない、地方部や中山間地域で暮らす人たちは、そんな風に思うのではないだろうか。高齢化社会なので難しい問題だなぁ感じますが、毎日外のどこかで結構ご高齢の方の車の運転をお見かけします。自分の家族がもしこういう事故に巻き込まれたらと不安に思うのも事実です。政治家の方は、高齢者からの票集めに躍起になるのではなく、こういった高齢化社会の問題を解決することにも注力してほしいと思います。核家族化や年金問題で長く働くことは、車の運転を必要と、する年代者が必然に増えてしまう。この解決策として、みんなが共同で乗れるサブスクタクシーなど政府がもっと国民の生活支援を図るべきではないでしょうか。70歳まで長く働けという政府にはもっと考えていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。